出現号とは、北海道旅客鉄道が、専門本線釧路駅しべ茶駅、河合温泉駅間にて2000年1月8日から、運行している、蒸気機関車経員による、臨時列車である。台湾鉄路管理局 CK124SL 列車と、姉妹列車である。2014年、JR 北海道では SL には、新型の自動列車停止装置の搭載が難しく、 北海道新幹線の開業準備を優先させる必要性があることから同年度を最後に SL 函館大沼号、SL 函館クリスマスファンタジー号、SL ニセコ号を廃止する検討に入ったが SL 冬の出現号については存続の方針となっている2月を中心に1月から3月まで運行される2013年は当時牽引機の一つであった C11207 の 車輪トラブルのため、一部の日は、ディーゼル機関車牽引による、DL 冬の出現号として運転された。また2017年も、牽引機の C11-171 の車輪に、傷が発見され、2月11日以降は、全日ディーゼル機関車牽引による、DL 冬の出現号として運転された。釧路出現を縦断するため、単調、エゾシカ、 大足などの大型野生動物に出会うことがごく普通であり、その際には列車を停止させてやり過ごすことがある。観光列車であるため、車内アナウンスによるガイドや乗車記念品の車内販売も行われる。また、この時期、JR 北海道は、知床斜里渋茶間で、臨時バス、ツインクルバス、知床号を運転し、SL 冬の出現号と同様、 2月を中心に1月から3月までの期間、網走・知床車里間を運行する観光列車、流氷の6個号からの乗り継ぎを実施している。一度の運行に約400人前後が乗車する、人気の高い観光列車である。串路駅、東串路駅、串路出現駅、道路駅、かや沼駅、しべち駅、か湯温泉駅まで運行する場合は、マシュー駅にも停車する過去の経営機関車、 編集上機の2両の SL が10連で運転されたこともあった。また、2001年1月21日に、河合温泉駅で開催されたイベント、北海道 SL サミットに合わせて、ハ行10連で運転されたこともある。ヘッドマークは、C11-171 と C11-207 のいずれかが入った2種が、現役機に合わせて用意されていた。 またイベントなどで特別なヘッドマークを掲出することがあった。牽引される客車の基本的な編成内容は以下の通り。べ茶号が1号車。雑席車は全車両ボックスシートに統一されている。SL ニセ5号も廃止 JR。冬の出現号は存続新型 ATS。搭載困難。北海道新聞。 http://www.hokkaido-np.co.jp スラッシュニューススラッシュ t o n a i スラッシュここ0281ト html ハート dl 冬の出現後運転から鉄道ファン公有者 railf.jp 鉄道ニュース2013年2月5日 SL 冬の出現後を引機関車の変更について JR 北海道2017年2月10日、トンボ連結出現を失踪。朝日新聞 P38。ありがとうございます。